ジャズ喫茶バリエラのおいちゃんです。こんにちは。今日はですね、トロンボーンをお届けしたいと思います。今日のトロンボーン奏者はこちらにあります、スライド・ハンプトンという人です。この人ですね。はい、スライド・ハンプトン、私の大好きなトロンボーン奏者なんですけれども、スライド・ハンプトンはですね、非常にモダンなんですね。そんな非常に革新的なトロンボーン奏者だと思うんですね。ヨーロッパにも行って、ヨーロッパのメンバーとセッションして、そのサウンドもですね、古臭くないんですね。それで今日のこのレコードですね、ここにアルバムタイトルがございます。シスター・サルベーションというアルバムタイトルですね。このシスター・サルベーションというこのアルバムタイトルも彼の作曲した曲で、A 面の1曲目にやってます。はい、それでスライド・ハンプトン、スモールコンボでやる時もありますし、今日のようなここにありますね、ザ・スライド・ハンプテンとハンプトン・オクテット。オクテットということは、セプテットの次ですので8人ですね。その今日のメンバーはですね、数えていくと10人いるんですよ。ですけども曲によってそのまあ8人でやるということですね。残りの2人はその曲には参加してない、そういった感じですね。ソロも含みますけれども、まあ8人なのでバックで奏でている、そういった、大編成ではないんですけども小編成でもない中間的な、編成になりますね。こういった編成がですね、スライド・ハンプトンという人はですね、得意なんですね。ややもすると編成が大きくなると非常にちょっとうるさいような感じがするんですけども、そこは彼はアレンジ能力も非常に優れている人です。過去にも私、スライド・ハンプトンのレコード、私のチャンネルで、その時はヨーロッパのメンバーとやった時のを非常にモダンな、これよりもっと発音の、レコードなんですけども、今日のお届けするこれはですね、1960年の録音になりますので、割とこの初期ですね、彼のリーダーレコードとしては初期のものになります。当然彼はサイドメンとしても他のミュージシャンの中で吹いたりしてますので、非常にキャリアの長い人です。それで先ほどオクテット8人と言いましたけども、そうですね、特徴を言いますと、フレディ・ハバードがフレディ・ハバード、まだ若いと思います。20歳そこそこだと思います。彼のオープンセサミが1960年とか61年ですので、ちょうどこの頃なんですね。あとはですね、ドラムでピートラ・ロッカ、これもちょっと変わってますよね。ピートラ・ロッカが入ってます。それからそうですね、あとはですね、リチャード・ウィリアムズというトランペット、私大好きなんですけども、トランペットがですね、このレコード4名入ってるんですね。先ほど言いましたフレディ・ハバード、それからリチャード・ウィリアムズ、それからアーニー・ロイヤル、それからもう一人、4人入ってます。そういったことからして10名いるんですね。ベースとドラムはもうずっと通してその2人です。あとチューバが入るんですね、チューバが。それからバリトンサックスが入ります。ジェイ・キャメロンという人なんですけども、ここら辺も、ずっと通して出てきます。ただトランペットが4名いるので、入っている人もいるし入ってない人もいる、そういった感じになります。それで今日はですね、
届けするのはですね、ハイフライをお届けしたいと思います。ハイフライといえばピアニスト、長身のピアニストランディ・ウェストンが作った名曲ですよね。いろんな人が演奏してます。それを今日お届けしたいと思います。他にもお届けしたいのがあるんですね。例えばデューク・エリントンの Just Squeeze Me を演奏してるんですね。どれをとってもですね、アレンジが素晴らしいんですね。はい、今日のハイフライもアレンジが素晴らしいです。そこでトランペット吹いてるのはリチャード・ウィリアムスです。はい、ピアノが入ってないんですね、このセッションには。はい、ではスライド・ハンプトンから、ハイフライお届けしたいと思います。じゃあ、ザイオ。